お疲れ様です。ノーズワグチャンネル林です。暑い、今日月曜日なんですけど、今日久々に、エアコン、ルームエアコンの工事行きまして、まあ行きましてというか行ってきたんですけど、それが土曜日に決まった仕事で、材料の段取りをその工事決まったでって言ってくれる人、しょっぱないな決まったでいう人が段取りしてくれたんですけど、あのね、22のルームエアコンやったんですけど、6畳用の、何も考えず材料用意してもらったもん積んだり積んでくれたりしてくれて、現場行ってある程度付け合わせて、ほんな配管つなごうかな、冷媒管つなごうかなと思ってナットを刺そうと思ったら2部4部でした。これ分かる人にしか分からんけど、ちょっとえってなったっすわ。どうしようってなったっす。まあなんとかしましたけど焦った。2部3部必要なのに2部4部用意されてるとは思ってなかった。ちょっと恨んでます。てなわけで、まあ久々ですね、行ってきましたわ。まあ久々にやるとちょっとしんどいね。あの、思い出すのにというか体が覚えてないんでしんどかったっすわ。なんとか動きましたけど、ちゃんと真空引きはしてます。ほんでこの前、日曜日に、まあ、の他県とこ行ってきて、まあ、動画ちょっと上げてるんですけど、あの帰りにね、家の近く車で通ってたら、これも夏の風物詩というか夏来たなと思うんですけど、あのだんじりの練習してましてね、甲高い鐘の音というか、独特のリズムの音ありますやん、あれ鳴ってて、ああもうそうかだんじりかと思ってね。またうちの家の近くとかもね、あのだんじり通るんで、あの音聞きながら子供たちの結構元気な声がね聞こえてくると夏やなといつも思ってたんですけど、まだ今年もね、去年聞いたかなどうかなって感じなんですけど、まあ、今年は聞けるというかな、なっていうか、なってなんやねん、聞こえてくるんで、まあなんか夏が来たなっていう感じが、またセミの声とは別でね、もう夏来たなっていう感じの気になりますね。こっちゃ、あれ、皆さんだんじりの思い出なんでしょう。俺ね、小学校1年生か2年生ぐらいの頃、まだここじゃない時ですね、にあのだんじりが、まあもちろんあるんですけど、俺ら世代だけかわかんないですけど、その時にスプレーで髪の毛の色つけるっていう、なんかスプレーみたいなのあったんですよ。スプレーやったと思うんですけどね、それで髪の毛重くそ逆立てて赤色かなんかのわっきわからん髪の毛の色にしてパリッパリになるっていうね、あれ髪の毛確実に痛めたなっていう、それのせいで若干ハゲてきてんのかなっていう気もしてます。俺ハゲてきてるんですよ、どうしようもないけどそんなこと言われたかでね、あれですけど、ちょっと来てるんですね。あれのせいやったんかな。悲しいな、昔の俺をやめてくれ。ハゲてきてんぞ、未来の俺は。確実に。ってなわけで、そんなハゲかけてる林なんですけど。まあ、日曜楽しかったっすわ。釣り対決って言っても、まあごめんなさい、釣ってる最中の動画とかなんもなかったですけど。あまりにも当たりも何もなくて、動画回すのも忘れてました。なんかあったら、ああ動画やって思えたんでしょうけど。で、最後クサフグ釣った言うたんですけど、クサフグもまあ引っかかった感じなんですけど、で岸まで持ってきて、こうやって糸ブラーンってやって持ち上げて取ろうかなと思ってたんですけど、外したから取ろうかと思って、外そうと思ってちょん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 やってたら海に落ちまして、そのままどっか行きました。でも確実に1匹は釣りました。次はね、もうちょっとちゃんとポイント選びっていうか、ポイントも多分間違ってはないと思うんですけど、釣り方が間違ってるか時間が間違ってるかなんですよね。で、途中で竹が一回竹パパさんに聞いてくれて、テトラ沿いに、ルアー投げてた、もしかしたらチヌとか来るんちゃうかって言ってくれたんで、ちょっと投げてたら竹がルアーをロストする。下手くそね。っていう感じだったんで、
次サビキかなんかも持っていて、ちっちゃいのでも釣れたらええかなって感じですね。まあそんな感じです。今日はここまでかな。5分過ぎたんで6分までに終わらします。今日も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。この後皆さん晩酌等々ね、ゆっくり楽しんで家で休んでください。まだまだ暑い季節が続きますんで、熱中症対策等々忘れずに、過ごしてください。で、よかったらノーズダイブチャンネルの、サーフィン動画と、ノーズダイブの穴とかも見てくださって、チャンネル登録高評価等々していただけると嬉しいです。あと、てっぺーがやってくれてる、インスタグラム、TikTok 等々も、覗いてくださって、フォロー等々、というかフォローなんかな、してくださるとありがたいです。では本日もご視聴ありがとうございました。また後日お会いしましょう。さよなら。